平野紫耀謎の女性同伴お酒に笑顔、食事会の真実に迫る。食事会での平野紫耀の行動にドキドキ。寒い雪の日、平野紫耀君くんは三宅健くんとナンバー、愛と一緒にお寿司屋さんに足を運んだという興味深いエピソードが YouTube で披露されました。しかし、このイベントには、元記事ではあまり明らかにされていない面白い側面が潜んでいるようです。まず最初に気になるのは、 その日の席にいた女性の存在に関する謎めいたヒントです。三宅くんの話によれば、4人でお店を訪れたとのことでしたが、一体女性も同行していたのでしょうか平野くんは席順や話の進行についての質問に苦しんだり、お酒を飲むことが滅多にないのに、この日は例外的にお酒を楽しんだということが興味深い瞬間です。また、 写真撮影のために店を貸し切った理由も、おそらく女性が同席していたことに起因しているのではないかと推測できます。平野くんがミスジンソーダの会見の日にもお寿司屋さんに行ったエピソードも挙げられますが、この時には同行者についての言及は一切ありませんでした。果たして、これは三宅くんとメンバーだけでの食事だったのか、それとも女性が同席していたために触れられなかったのか、ファンの皆さんはどのようにお考えでしょうか 記事によれば、スタッフから急遽食事会の話をするように促されたこともあり、それが思い出しながらの話であることが強調されています。この点を踏まえつつ、平野くんが持っている危機管理能力や芸能人としての慎重な態度を考えると、同行者について詳細を話さなかったのは慎重な判断からかもしれません。芸能人が一般人と一緒に写真を撮ることのリスクを理解しており、 後輩たちにも同様なアドバイスをしていることは、プロ中のプロである三宅健君の姿勢を示しています。また、健君がお気に入りのお寿司屋さんでの写真撮影に関しては、他のお客さんへの気を使い、断りずらつさせないために貸し切り予約をしたという一面が垣間見えます。これは健君の細やかな気遣いの現れであり、平野君の誕生祝いを兼ねての特別な日に適した対応だったのでしょう。 最後に、女性同伴の可能性に関しては慎重に言及されています。記事によれば、その日の平野くんや三宅くんの行動は場にふさわしいものであり、女性が同席していたとは感じなかったとのこと。一体どのような場面で彼らが楽しいひとときを過ごしていたのか、ファンの皆さんの興味は尽きることがありません。この一連のエピソードから見えてくるのは、 平野くんと三宅くんの食事会が単なる集まり以上の何かを含んでいた可能性があるということ。ファンたちが彼らの交流に興味津々であることは言うまでもありませんが、この記事を通じて、彼らの日常にはまだ知られざる一面が広がっていることが伝わってきます。どんなことがあっても、彼らの素敵な瞬間に立ち会えることは、ファンにとって特別な瞬間なのかもしれません。